どあなんか安 T で安って書いてたからこうあの T だはい。いつも安。すいませんはい。おとくん今日何しに来たんだっけ？車上に来たんだっけ？そうそうあのあれあれ乗り換え。こいつに乗り換え。あおめでとうございます。はい。追い切りに出ます。え？追い切りに出ます。追い切りに出ます。そんなはずはない。追い切りに出ます。そんなはずはない。いやいや違くてマフラーだよね。マフラーだね、そう寒くなってきたわね。うん、マフラーだよね。マフラー。じゃあそっちのマフラーじゃない。あの、まあ本題はいいとして純正との比較動画で。そうそうそう、純正との比較動画。じゃあちょっと音ね。ちょっと空ぶかしで。もうこれ車外じゃない？ちゃんと純正です。ほら俺変な服装の変えになってるからね。そうそう。ごめん。いやー見ないでみたいな。本当ですよ。このシャメ入ってる。あかんね。そうそう。で今からあのあそこにごっちゃごちゃになっとるこのマフラーを取り付けてみましょうか。あちゃんと工賃払ってっかね。ただじゃないぞ。ちゃんと会社投資で工賃払うからね。工賃払うぞ。ただじゃねえぞ。いつもなんか社長がいないのにどうせただやってもらうのかなんか言ってるけど。え、絶対違う。あのね、もらってますから、ちゃんと。はい。ってことで、じゃあまあ、やっていきますか。はい。はい、やっていきましょう。さあ、おっとくん、ついたね、マフラー。つきましたね。うん。悪戦苦闘の末に。まあ、位置調整が難しかったですね。うん。もうね。だって、もともとだって、もうちょっと下だったよね。だいぶ下でしたね。ね。この、こいつがこの辺？まあ、極端な話。そんな感じだね。うん。だってね。じゃあ、音を。どんな音するんだろう？爆音かな？爆音かな？スボーッつって。え？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 ノーマル？期待外れ。違法改造なんて俺がするわけないだろう。って言ってる。あのね、種明かしをすると、これリアはね、ストレートなんだ。うん、そうだな。下見たらわかるんだけど、うん、リアのね、対向はないんだ、うん。ただね、あのね、中間が2つついてんだ。うん。そうそうそう。まあ、見えるかな？わかんないけど。あの、写真多分。うん。写真、後で撮るけど。うん。多分ね、それでね、だいぶ消耗されてますね。うん。だから、純正マフラーに毛が生えた程度。ま、だね。まあ、いい音はまあ、いい音するよね。いい音するよね。まあ、てな、こんなで、おっとくんのオデッセイ、社外マフラーに変えてみたの巻でした。まあ、うん。メーカー不明なんだけど、多分、K スペックの爆音工程の、うん、あの、保安適合マフラー。うん、おそらく、うん、あの、感じ的にね。うん、じゃなかったら、もうちょっとうるさいもんね。そうだね。うん。まあ、そんな感じで。あの、全然今日顔出ししてないパターンね。うん。IC さんね。ね、顔出ししないね。うん、声だけ失礼なんで、うん。それでは皆さん、さよなら。次回の動画でお会いしましょう。